23なので、そろそろこの辺でライブの口をさせていただきたいと思います。どうぞ。次のライブが8月の4日にですね、深谷橋のアンコールスターというところで、ペコラプシュケさんという友達の、私たちと同じ編成のユニットの企画ライブに友達呼んでいただいてて、そう、深谷橋にちょっと初めてお邪魔しますね、はい、あとは8月の6日にですね、京橋ベロニカというところで、うん、この日はバンドをつけて、はい、カモン と、うん、と、ベースとつけて4人ビリダイオで歌ってみる。そうなんです、はい、ちょっと特別で、ちょっとゴージャスになりますので、よかったら遊びに来てください。で、大事なお話がですね、ちょっと先の話ですけれども、見えますか、プリズムウェーブミュージック、プリズムミュージックウェーブというコンテストにですね、リミライオン参加しておりまして、9月の15日日曜日に決勝大会があります。うん、一次審査を通過して、通過しました。ありがとうございます。6組にね。プリズムホールって皆さんご存知ですかね。すごく大きい。大ホール何人入るんですか。1500人ですよ。そう、1500人も入るから、そうなんです。で、その日はね、入場無料でお昼からのライブとなってるんですけども、今日そのチケットを持ってきておりますので、はい、来れるかちょっとわからんわとかでも、もう全然もらっていただいて、もしちょっと気が向いたらでもいいですし、いや、もちろん一番ね、応援してしに来ていただきたいんですけども、観客の投票という、ね、部門もありまして、ぜひぜひ応援しに来ていただけたらなと思いますので、はい、ちょっと配りあるかもしれないですけど、嫌な顔しないでもらってください。ということでですね、大事なお知らせはそれですね、9月15日日曜日。チラシも持ってるので、後でお渡しします。うん、ぜひぜひ。で、次に歌う曲がですね、そのこのコンテストの予選の時に歌ったバラードになってます。さっきのバラードがちょっと違って少し温かい感じのバラードになってますので、ここにしていただけたらと思います。それでは聴いてください。オープンマイハート
Thank you.
ですね。